中日、振り向けばもう再開。ヤクルトエッジアウトマンデー。よし、代打中島。中地出せよ。さよなら。ヤクルト強すぎやろ。そしてヤクルトと中日、1.5 差。ヤクルトと 1.5 ゲーム差が立浪強制休養にまた一歩近づいたな。再開が近づいてきた。タッツ、ドドド、どうしよう。マジでなんでヤクルトが再開なんだよ、おかしいだろ。再開ちゃん、ずっともだようだ。サノスのツーランの時点では決まったと思ったんだけどね、わからんもんだね。ヤクルトは打線にサンタナ、オスナと2人も有料助っ人がいるのに、中日にはカリステしかいない、不公平。8連敗中だったヤクルトを生き返らせたのは中日ドラゴンズ。来週の今頃は再開となって歓喜しとることでしょう。このヤクルトに行って横浜に勝ち越しとか強いじゃん。ヤクルトはなんでこの打線で再開やねん、打てる若いショートもいるのに。横浜もヤクルトもめっちゃ失点するのに、打ち相手だと抑えるの何なの。代打とかバントとかよう決まるよな。いや今日の中日負け、ヤク勝ちはでかいぞ。前半戦でヤクルトに差をつけずに再開チャンスが残るのはでかい。常にヤクルトの頭が見えている状態をキープして最後に抜き去りたい。タッツとタカッツの友情、こっからは一つ一つの負けが大事になってくる。ヤクルトは弱いから、こっちも気が抜けん。地道に一つずつ黒星を増やしていくしかない。大変な作業だが、中日はできると信じてる信じてるぞ。